皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオ 3D ワールドパート10やっていきましょう。今回も引き続きワールド5を進めていきたいと思います。ワールド5の2、ブラブラブランコサーカス。サーカス系のステージって難しい仕掛けが多いイメージなんですけど、大丈夫でしょうか。まずはこれに乗って進んでいきましょう。あの虹色の光ってるやつがブランコってことなのかな。はい、そしたらまずはここに乗って、待って、傾くんかい。それは聞いてないですよ。乗ってからしかわからないみたいな、そういうのをやめてくださいね。はい、そしたらここから、嘘でしょ、猫かファイヤーが手に入ると思ったんですが、そんなことはなかったみたいだ。こいつビリビリするから気をつけようね。で、これがブランコなのか。はい、じゃあこれをブラブラさせて進んでいく。マックスまで揺らしてからジャンプしていきましょう。そしたら危ないな、勢いのまま行ったらやられていましたね。はい、そしたら、そう、こいつ、あばばばば、嘘、あぶね、そんなことある、こんな序盤からやばくないこのステージ。はい、そしたらここ上行って、上になんかあるさ、まあもうそれあるのは知らないですよ。あー、これブランコ使わないといけないんですね。やばい、マリオちっちゃいのでちょっと怖いんですが、トゲに当たらないように後ろに進んでいきましょう。グリーンスター1枚目ゲット。待てよ、あのブランコにパッと行きたいんですけど、どうでしょうか。危ない危ない危なすぎる、危ない危なすぎる危なすぎる、待って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 、こういうね、こういうところでやられるような MK さんではないですよ。危な、早く何かパワーアップアイテムをください。はい、ここジャンプして、ジャンプして、 OK。 嘘ないの、こういうところにキノコが隠れているパターンもあるかと思うんですが、そういう感じではありませんでした。え、パワーアップアイテム何かくださいよ、何あれ。パックンフラワーが大量にいるんですけど、 OK、 なんとか中間ポイントを取って、でかくはなりました。何、ど真ん中のあのハタタタタタハテナボックス絶対怪しいよ。はい、この中から巨大キノコ、 OK ですね。はい、これで全員倒していきましょう。はい、ここどんどんどんといって、全員倒せばなんか出る、グリーンスターとかハンコが出るような気がしなくもないんですが、これちょっと逆走してるな、よくないな逆走は。待って待って、時間制限があるはず、時間制限のうちに全員倒してしまいましょう。倒した、 OK、 倒したらコインかい。ハンコとかそういうのはないんだ、わかりました。なんかさっきチラッとですよね、ここにちくわブロックの足場が見えていたので、こっち側進んでいきましょう。土管の中には何があるんですか。これなんか早く取んないといけないやつですよ。はい、そしたらコインか。はい、ここパーッと取って、待って待って待って、マリオさん間に合うか。はい、ここダッシュしたら、今度は待って待って、遠くない遠くない遠くない、大丈夫。はい、ここパーッと行ってラスト。はい、ここパーッと行って、まだあるよね、どうせね。あー、待って、ぐるぐる回るのか。あー、待って待って待って、結構きつい結構きつい、結構ギリギリじゃないこれ、待って待って、走れ走れマリオさん、危ないな。ダッシュはね、キノピオが一番早いんで、キノピオでやればもっと簡単だと思うんですが、まあなんとかマリオでもクリアはできました。はい、そしたら今はグリーンスター2枚とハンコはゲットしてないか、残り2つ隠し要素があると思うので見つけていきましょう。はい、ここジャンプしてハンコあった。なんでこんな簡単な場所にあるの、ちょっと怖いんだけど、逆に怖いけど大丈夫。はい、そしたらここジャンプして中に入っていきましょう。何が起こるんですか。グリーンスターはあれですね、うーわ待てよ、これむずいだろどう考えても。はい、こう来て、はい、これ乗っていくよ。はい、ここジャンプして、うっそ、そんなことある、待て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 、これもうすでに間に合ってないのでは。はい、ここジャンプして、待て待て、急げ急げ、かなり急ぐんだ、向け、待て待て、もう間に合ってない間に合ってない、うっそでしょ、そんなことある、全然間に合わなかった。待って、もう一回やり直そっか。はい、さっきの場所まで戻ってきました。なんとかグリーンスター取っていきましょう。はい、こういって、これさ、そのまま右に行けばいいんだよね多分ね、そういうことか、それがさっき理解できなかった。はい、こっち側に来れば余裕で全部取る、危ねえな、グリーンスターだけ取り逃すところでした。はい、そしたらグリーンスター3つとハンコはもう手に入っているのでゴールするだけだと思います。最後はブランコの勢いを使ってゴールするみたいですが、待って、怖すぎるんだけどこういうジャンプが。はい、最大までちゃんと振ってからジャンプしていきましょう。どうなんだ、届かないんかい。え、猫じゃないとどうせ無理だったってこと。まあしょうがないですね。はい、そしたらなんとかゴールはしました。ハンコもゲットしたもんね。 OKOKOK、 今のところ全部取れてるんで、なるべく取り逃さないように最後までやっていきましょう。今回のハンコはルイージ、別にルイージ関係あるステージではありませんでしたけどね。そしたら次どうする、キノピオ隊長やってもいいけど、あー、先に右側のクッパのステージやってしまいましょうか。おっと、下にはまた当選簿、当選簿って全部のワールドにいるっぽいですね。はい、そしたら右側のクッパのところをやっていきましょう。80グリーンスターは余裕で持っている。
まあ普通に全部集めてきてたら困ることはないと思いますよ。なんだここ、うわ待って、またダブルチェリーじゃないか。ちょっとした街角やっていきましょう。なんか今うお100秒しかないとかっていう、またタイム制限か。ダブルチェリーですね、やっぱり。はい、そしたらまずここをやって、はい、ダブルチェリーゲットしました。はい、でここをこうやって渡る。待って、100秒しかないんでしょ。うわ、キノピオの、マジか。ここキノピオで来ないといけなかったみたいですね。わかりました。じゃあ、キノ、嘘でしょ。待って、これ後だな。後でキノピオで全部やろうか。はい、ここゲットして、嘘、もう無理なんだけど。いけないんですけど。どうすればいいの？これいけない人は。え、積みってこと？これいけない人は何何？こう来て、こう来て、こう、無理じゃない？え、もうこれダメってこと？ゴールするしかない。わかりました。じゃあちょっと次、せっかくなんでキノピオできて全部クリアしましょうか。はい、マリオでは普通にゴールしてしまいましょう。なんだったんだ今のステージは。まあどうせキノピオでもう一回来ないといけなかったんでね。うわ、じゃあ100秒系にしかないのか。いや違ったな。マリオのあれ、押すやつ、ヒップドロップで押すやつは普通のステージにありましたよね。ピーチの押すやつは確かに100秒ステージではあったんですが、はい、そしたらもう一度やっていきましょう。この画面で変えるんですよね。キノピオに変えていきましょう。初めて使うからどういう感じか全く分かっていないんですが、頑張っていきますよ。まずはここでダブルチェリーを取って2のところを進んでいきます。先にそこを押した方がいいよね。そうだね。先にハンコのそのスイッチを押してしまいましょう。待って、クリボーが危なすぎる。クリボーを踏んづけて、よう踏んだな今の。はい、そしたらここで3体に増やして、ファイヤーパックンやばくない？待って待って、先にそいつ倒した方がいい。危ねえな。いいやいいや、無視していきましょう。で3のところ待てよ、そっちに先に行ったらまずいんだな。ファイヤーパックンを先に踏んづけていきたい。 OK、 こいつさえ倒せればもう何も怖くないでしょう。はい、そしたら4人になったので、こっちで合わせてここに乗っていきましょう。そうすれば上のグリーンスターも取れて、さらにその下のグリーンスターも取れますよね。完璧。あ、待って、1つ目のグリーンスターがない。どういうこと？どういうこと？何何何？1つ目のグリーンスターがどこにもないんですけど。何が起こったんだ？どこにあるんだ？え、うっそ、今の中にあった？じゃあもう一回行ってみましょうか。何回このステージやるんだよ。まあまあまあ、すぐなんでいいですよね。ここでは、お、キノピオがキノコを追いかけているスタンプ、かわいいですね。もらいました。グリーンスターどこにあった今。そんな、見逃すような広さじゃなかったと思うんですけどね。まあ一応もう一回やっていきましょうか。はい、セーブしています。ありがとうございます。待てよ、まためちゃくちゃ序盤にあるパターンだ。前回の100秒ステージもステージの後ろとかにあったんですよ。だからもうスタートすぐ後ろに向かいたいと思います。何かありますか？何もないですね。右側は、いや絶対この辺にあるぞ、絶対この辺にあると思う。これでしょ、これヒップドロップして。うわ、わからんわそれは。それはちょっと分かりづらくないか。まあいいか。はい、そしたら分かったんでいいとしましょう。はい、ここ2人で行ってもうゴールしちゃいますよ。クリボー、あーばば、待って待って待って、あんまりね余裕ぶっこいてるとやられるからね。クリボーさんに危ないよ。まあまあまあいいんですけどね。はい、そしたらなんとかクリアはしました。いや今のグリーンスター、さすがにちょっと任天堂さん、さすがにあの隠し方は卑怯だな。はい、そしたらまあクリアはしたんで、先に右行こうかな。右に行って何かパワーアップアイテムをゲットしてからブルに、あ、その前にキノピオ隊長があるんですね。じゃあキノピオ隊長をクリアしていきましょう。はい、 Wii U ゲームパッドに切り替えました。キノピオ隊長とお化け屋敷やっていきましょう。お化け屋敷か、難しそうですけど、まあなんとかなるでしょう。キノピオ隊長は私もうマスターなんでね。よーし、行きますよ。あ、タッチするやつか。タッチして地面を出したり引いたりするやつだと思います。よーし、行きますよ。はい、カメラの操作をしながら行きましょう。こっち側から出るんだ。ちょっとそれは分かりにくかったですが、 OK。 はい、まずはここのグリーンスターゲットしました。全部で5つあるみたいなんですが、どっちに入るのが正解なんでしょうか。まずはこっち側に入ってみましょう。思いっきり外れ。はい、そしたらこっち側に入って、なんとかグリーンスター2つ目ゲット。でその次はどこから出るんですか。そんな変なとこから出ることある？え、これはじゃあ先にここ降りちゃっていいんですよね。はい、ここ降りちゃって、どうすればいいんだ。とりあえずこの辺押してみよう。嘘でしょ。テレサ来てるの見てないよ。そしたら待って待って、ここ押そう。そう、今ね画面見ながらやってるんで、ちょっと、あ、なるほどね。待って待って、テレサ来てる、テレサ来てる、テレサ来てるよ。テレサに当たる。うわ、そういうことか。待ってくれ待ってくれ待ってくれ、テレサに当たらないようにしないといけない。一旦このライトを当てておいて、待てよ、カメラを傾けましょう。そしたらこれは、これを押せばどこまで上がる。え、
どういうこと？じゃあ先にこっちを押すのか？先にこっちを押してそっち側まで行って、え？なんだ、あ、そういうことか、理解した。テレサさんこっちに先に来てくださいな。はい、でここ押したらこう来るんだな。オッケーオッケーオッケー。それはちょっと難しいね。はい、でここに上がったら一旦こっちに行ってさらに上がっていく、素晴らしい。でそしたらキノコが欲しいな。先にこっち側に行ってあのグリーンスターとキノコを取っていきましょう。このテレンの中をかいくぐるのはなかなか至難の技なんですが、オッケーオッケー。でさらにキノコも欲張り MK さんは欲しい、オッケー。なんとか全部取れました。でこれは最後のグリーンスターは、あーなるほど、そっから取れるんで先にこっちに行きましょうか。はい、こっちに、あー待て。はい、でここバーッと降りてグリーンスター4枚目ゲット。そしたらこっち側から戻ってさらにもう一回同じことをしないといけないんですね。はい、こうしたら、あばべべべ、待てキノピオさん、キノピオさんちょっと落ち着いてくださいね。テレサにやられないように進んでいきましょう。はい、でここ上に上がって最後のグリーンスターを取りたい。はい、ここ押して OK。なんとかゲットはできました。いやこれさ、ゲームパッド持ちながら画面見ながらでちょっと難しいんですよ。私今実況やってるんで普通だったらねゲームパッドだけ見てればいいんですけど、私テレビ画面見ながらじゃないとマイクがちょっとあれなんでね。よーし、なんとかクリアはしました。そしたらコントローラー切り替えていきたいと思います。はい、コントローラー切り替え終わりました。そしたらあの土管から入っていきましょうか。右側にキノピオの家があったと思います。ここで何かパワーアップアイテムをゲットしてからトーセンボブルに行きましょう。トーセンボブルか、ブルってね2回攻撃しないとやられないんで、ここは結構いいアイテムが欲しいところ。小さい方が正解でしょ。 OK。 何で行く？いやここはさすがに猫でしょ。でもちょっと保険としてファイヤーも持っていきましょう。これだったらファイヤーがやられれば猫があるみたいな感じですね。まあでもファイヤーでも倒せるかな。ファイヤーキノピオってこんな黄色に赤の頭してるの、ちょっと見た目がなんか変じゃないですか。青キノピオがこんな姿になるとは思わなかったんですが、これじゃ完全に黄色キノピオですよね。はい、そしたらトーセンボブルやっていきましょう。うわ、再び、え、2回目だったっけか。ブルって2回目じゃないと思うけどね。待て、5体もいるの？3体ぐらいだと思ってたんだけど、待て、まずファイアボール、はい、これ投げて、これってさヘルメットかぶり直したりしないよねこいつら。1回ヘルメットなくしたらもう終わりだよね。うわ、かぶり直すんかい。それは聞いてないよ。オッケー。はい、そしたらラスト1体なんとか倒しました。いやファイヤーの方が有利だったかもしんないね、こんなに数がいるんだったら。5体もいると思わなかった。はい、そしたらグリーンスターもゲット。危な、ようクリアしたね今の。そしたらスロットマシーン出てましたよね。スロットマシーンまでやっちゃおうかな。1回だけね、私777コイン取ってるんで今回も狙っていきますよ。はい、とりあえずブルーはクリアしました。これで124枚。うわ結構集まってきたな。グリーンスターって全部で何枚あるんでしょうか。次のステージも行きたいところですけど時間あるか。とりあえずスロットゲームやっていきます。ここでね思いっきり奇数を増やしておけば後半結構楽になると思うんで、まあもうすでに61機はあるんですが行きますよ。はい、ここ1回2回3回4回。嘘でしょ。うわこれ BGM 合わせが最強なんですけど、今合ってたんだけどな。これ今1個ずつずれてたんですよ。木の葉から1つずれるとブーメランだし、ブーメランから1つずれるとそのダブルチェリーなんですよね。かなり惜しかったんですけど、まあ、できなかったもんはできなかったということで、じゃあ、あと一ステージだけやっていきましょうか。ワールド5の4、駆け回れ、ワイルドサバンナ。駆け回れってことは、キノピオに持ってこいのステージですね。待てよ。こういうところに何か隠されているんじゃないのか、大丈夫か？大丈夫ですね。じゃあ、進んでいきましょう。いやさっきの100秒ステージもそうですけど、普通のステージでもスタート直後にグリーンスターあったりしたこと今までありましたよね。スタート直後の木の上に隠されていた時もあったんで、まあこういうのはねしっかり見ていくに越したことはないんですよ。はい、そしたらこの上のコインをゲットして、大丈夫かな、めっちゃ速いじゃんキノピオ。こんな走るの速いんだっけ。はい、そしたらここハイベルをゲットして進んでいきましょう。怖いな。アリ兵に当たらないようにするんですが、待てよ、こういうところ大体壁登らすですよね。いやほんとね、疑ってかかんないと任天堂さんやるから。あーそういうこと、何それ、いるその仕組み。はい、そしたらこっち側に回ってグリーンスター1枚ゲットしました。残り2枚と半個か。チョロボンに当たらないように発射していきましょう。チョロボンに気をつけて OK、 いいですね。待てよ、こういうさ出っ張ってるところとかヒップドロップした方がいいから。はい、ここヒップドロップして何も出ない。本当に大丈夫、怖いんだよなこういうのは。裏側は、アリ兵は裏側に行けるみたいですが他には何もないんでしょうか。ここは、
あ、連続コインだけですね。怖いな。アリヘイさんに当たらないように行きましょう。うわ、大丈夫か。これ進んじゃうと戻ってこれなくなっちゃうんですけど、行くしかないですよね。はい、キノピオでドカーンと言って、なんか緑色に光ってる。待てよ、緑色に光っているものがそこにありました。ウサギか。まあキノピオは早いですから、ウサギぐらいちゃちゃっと捕まえてみせますよ。はい、君を捕まえて、なんとかグリーンスター2枚目ゲット。残り半個1つと、グリーンスター1枚か。はい、ここに入って、待てよ、そんなに飛んじゃって大丈夫なのか。なんか見逃している可能性もありますからね。ちょっとだけ戻りましょうか。何か怪しい場所はありませんか。待って、ここじゃないの。これ光ってますよ。ヒップドロップしてコインだけ。絶対ハンコだと思ったんですが、あれは、違うかな。なんか前こういうとこに入ったら全然違ったんですよね。一応入ってみましょう。ここなんかい。うわ、それは分かりづらい。だってさ、今までああいう場所私入ったことありますよね。アリヘイが出てきたりへっこんだりしてる場所に入ったら、普通に落ちたり食らったりしたみたいな時があったんで、違うかなと思ったんですけど、今回はそうなんだ。なんだよ、その使い分けは危ないな。アリヘイに当たらないように進んでいきましょう。二度は使わないか、同じ手は。あーぽいですね。おっと、スターがありましたよ。あのスターをゲットできればいいんですが、はい、スターを取っていきましょう。オッケー、このままパーッといって、チョロボンとか気にせずパーッといきましょう。このままいけるか。ゴールまで、ゴールまでは無理っぽい。待て、そこのアリヘイを攻めて攻撃しておきたいんですが、そういうことを言ってる暇もなさそうだ。はい、これを取って全部取らないといけないよ。キノピオはダッシュが早いからね。はい、ここ取って、危ないからね。危なかった今の。はい、でここ8枚取って、なんとかグリーンスター全部ゲットしました。キノピオだ。でも猫だからいけるね、普通に。ダッシュとか関係なくキノピオ猫でいけますね。オッケー。キノピオ猫ってなんか今までで一番変ですよね。マリオの猫とピーチの猫とルイージの猫はまあまだわからなくないですけど、キノピオの猫はなんか違和感すごいな。そしてピーチのスタンプなのね。なんだよ、ここキノピオでクリアしたからキノピオの猫のスタンプが欲しかったところなんですが、よーし、じゃあ今回はこれくらいにしておきましょうか。とりあえず次のステージが、なんだこれ、うわ地下っぽいぞ。ボム兵のステージと空の、うわパターンパネルみたいな、そういう系のステージですね。じゃあ次回もまたワールド5からやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。